こんにちは、井上です。今日は疲れないように仕事するにはというテーマでお伝えしようかと思います。で、私は、この体制、この部屋でリビングなんですけど、8割方仕事をしています。なぜかというと、この体制が楽で疲れないからです。で、通常は、自分の部屋っていうのもあるんですけど、動画編集ですとか、大きなディスプレイが必要という時にはその部屋を使っています。で、普段はこの今メインのパソコン、この MacBook Air なんですけど、 MacBook Air をこうやって使って仕事をしています。で、こっち側にはテレビがあって、テレビに動画を流しながらとか、DVD なりブルーレイなりを流しながらっていうことをやったりはしてはいます。で、なぜここでやると疲れないかというと、このヨギボーというクッションが結構便利で、仕事をするために買ったわけではないんですけど、たまたま買ったら仕事にも良かったという感じで、体にフィットするんですよ。で、何よりここパソコンをこう持った時のこの肘の部分が支えられるというのが、私は疲れない秘訣かなとか思ったりしてます。やっぱりこの手の疲れなり肩っていうのはこの肘から来てるとは思ってますので、もちろんその椅子としてこの何ですか、アームレスト、こう肘置きがあるようなものが疲れないっていうのはあるんですけども、このヨギボーもこうやるとこう疲れなかったりも、こう肘にかかるこう重さを逃せるので疲れなかったりはします。それでこういう体勢で仕事をしているところです。じゃあ、この体勢で寝ないのかっていうと、たまには寝ますけども、それは椅子に座ってても同じことなんで、そんなに支障はないかなとか思ったりはしてます。楽に仕事するっていうことで、この体勢だとずっとこう座ってても疲れないので、腰が痛くなったりということもなかったりもします。で、このヨギボーはピラミッドという商品で12,800円、一番安くて一番小さいものです。で、もっと大きいものとかもあるんですけども、これはこれで十分なんで私はこうしています。で、このリビングで、家族も通ったりですとか、娘が来たりとかっていうことはするんですけども、気にせず仕事をするようにはしてはいます。だから、それに慣れました。だから、自分の部屋にこもってっていうのは、オンラインで打ち合わせしたり、普段の YouTube ですとかオンラインセミナーなんかは自分の部屋でやるんですけども、その他の仕事はここでやってるという感じです。で、こんな感じでこのバッグにあるのはあんま綺麗じゃないんですけども、娘の絵本ですとかおもちゃを入れるものだったんですけど、最近は私がこう使うようにはなってます。以前はここに本を入れてたんですけど、私がいると取れなくて困るみたいな感じだったんで、だんだん使わなくなって、私がちょっと大きめのこういう写真の本とか、そういったものを入れるたりもしてはいます。で、ここにあるのはこういうボックス、コンテナを置いておいて、本を入れておき、次に読む本をここから選んで、合間合間にこう読んでるっていう感じです。で、あとはあれですかね、このリアのスピーカーも置いてたりもするんで、動画とか流すときも音がいいというような状況にはしてはいます。で、このですね、ノートパソコンでといっても、この体制で仕事するにはいろいろ前提がありまして、ノートパソコン一つで仕事ができるかっていうのがあったりもします。だから、例えばこうパソコンを開いて紙の資料をこうやって見ながらっていうのはできないわけですよ。で、私はもともとペーパープレスで紙を使ってないので、こういうことができたりもします。で、あとはこの操作性ですよね。このノートパソコンのパッドが使いやすいパソコンを使うというのが前提で、この状態でマウスって、別にトラックボールマウスとかをここで使えなくはないんですけども、やっぱりちょっとやりにくいかなと思いますので、このパッドを使いこなせる、パッドが使いやすいノートパソコンというのが前提ではあります。で、よく自宅だと集中できないとか、周りに遊ぶものがあったら遊ばないかって感じではあるんですけど、私は平日日中は遊ばないっていうのを決めてるんで、で、朝のうちに計画したことをこうやっていくようにするんで、もちろんその集中力が落ちたりとか眠くなったりということはあるんですけども、そんなにその遊び道具がそばにあるっていうのはあんまり
気にしてはいなかったりもします。まあ遊ぼうと思ったらパソコンでも遊べるし、スマホもタブレットもそばにありますし、まあ、今ちょっと充電中なんですけど、こういったプレスト5のコントローラーなんかもこの辺にあるわけですよね。でピッてやるとこう、もうここでテレビにゲームが映ってゲームができるわけなんですけども、まあでもそういうのがあってもなんかちゃんと仕事をするようにトレーニングするのがいいんじゃないかなとか思ってはいます。だからまあ自分の集中環境も大事なんですけど、自分の集中力も大事かなと。でもしその周りの音が気になるなったらイヤホンをするとか、そういうこともできたりもするんで、まあ、何かしら工夫はできるかなとか思ったりします。まあ、このヨギボーってクッションおすすめですので、まあ、ぜひ試してみていただければと思います。で結構ですね、今ちょっと思い出したんですけど、こうテーブルみたいなのも買ったりしてるんですけど、まあなんかそれがなくても別にいいかなって感じです。この膝の上にこうやって乗せれば問題ないんで。でテーブルちょっとお見せしようかと思うんですけど、テーブルはこんな感じですね。これこれもヨギボーであってですね、ここがクッションになってて、こう乗せることができるんですけど、まあいいって言えばいいけど、なくてもいいかなって感じです。で夏はめちゃくちゃ暑いんで使えなかったりします。ここが暑くてですね。であとはこの IKEA で買ったこういうのもあるんですけど、これもなんか同じ感じで別になくてもいいかなって感じはあります。でパソコンが熱くなったりっていう場合はあった方がいいかもしれませんけど、まあ、今最近そんな熱くなるパソコンってなかったりもしますし、この MacBook Air は M1 チップの MacBook Air は熱くならないので、まあ、使いやすかったりもします。というわけで今日はリビングで疲れないように仕事する秘訣ということで、まあ、ヨギボーのクッションをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。